Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return. There have been many different interpretations about these quotes by Leonardo da Vinci. Someone claims that when you learn your worth,You will never settle for less than what you think you deserve. Or, when you travel for the first time, and you get to experience something put of pure ordinary, you feel the need to learn more, to get a taste of that different culture, to meet new people, to explore. Another man writes that, There are so many examples, I thinkThe sky here mentioned in Leonardo's words represents the first time you try something new that you really like. Something that becomes a part of you. And once you get to that point, there's no way back, of course, or etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, just suppose that. Why not?Do these people read Leonardo's words as they are? Leonardo wrote, Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return.レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き残しています。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ、と。が、一般的な解釈によればこれは比喩的な表現であって、ダ・ヴィンチは空を飛んだとは言っていないと。例えば何か新しいことができるようになると、もう後戻りできなくなるというようなことを比喩的に表現したものだと。どうしてこうした人たちはそこに書かれていることを素直にそのまま読まないのでしょうか。ダ・ヴィンチはこう言っているのです。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Leonardo da Vinci という名前の、言うなれば操り人形芸術家が火星へ行っていたかどうかということについてはわかりませんが、しかしこの絵を描いた人物は火星へ行っていたということになります。聖アンナと聖母子の絵です。この絵の左側に51という数字が書き込まれていました。51、つまり11種ゲマトリアによれば火星という意味です。で、この絵の背景に私林博士は火星の様子が描かれていると判断しました。火星の北極にはポーラーアイスキャップス、つまり氷冠、つまり氷の冠と呼ばれるものがあることが分かっています。右下の火星の写真にそれが見られます。そして拡大し、上空から見たのが中央下の写真ということになります。
この写真と聖アンナと聖母子の中に描かれている風景と比較してみると、その雰囲気が大変よく似ているのがわかります。ただし下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵に描かれている風景は斜め上空から見た景色ということになりますが、しかし大変よく似ていることについては皆さんも納得していただけるものと思います。で、私林浩司は聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の氷冠が表現されていると判断しました。ついでですが、一般説によると手前にいるのがマドンナ、つまりマリア、そして向こう側にいるのが聖アン、つまりマリアのお母さんということになっています。どんな美術書にもそう書いてありますが、本当にそうでしょうか。私林浩司は手前の人物はモナリザそのものの人物であると判断しています。顔を比較してみるとそれがわかります。左が聖アンナと聖母子の中に描かれている手前の人物です。そしてモナリザです。この両者を比べてみると違いがないという点で同一人物と判断します。大きなおでこ、薄い眉毛ですね。そして腫れぼったい上まぶた、目の上の表現の仕方ですね。目の下のクマ、全く同じです。で、鼻先が尖っていて鼻の穴がやや後退しています。そして笑い顔ですね。唇の端が上に上がっています。尖った顎、順に比較してみてください。独特な、まあ、おでこの下ですね。そして髪の毛の編み方も同じです。右の方はセットしてあるということになります。左の方はやや乱れているということになります。違いがないという点でこの両者は同じということになります。目の雰囲気も同じですね、まあ、要するに同じだということです。つまり左の人物はモナリザそのものであるということになります。で、モナリザというのは火星のアイオン、まあ、火星のイオンですね。時の神、不動の神ということになります。モナリザはマーズアイオンの、つまりはアナグラム、文字を並び替えてできた名前と私林浩司は判断しています。がそれだけではありません。モナリザの名前の文字を並び替えるとラミアの息子、あるいはマリアの息子ともなります。やはり同じくアナグラムということになります。つまり3つのアナグラムによってできた名前がモナリザということになりますが、こういう芸当ができるのはもう人間技ではないということです。で、その中の一つマリアの息子と考えると手前の人物は実はマリアの息子ということになります。そしてその向こうにいるのがマリアということになります。話を戻します。この絵の背景に描かれているのが火星の氷冠ということになります。一般説によればアルプス山脈のどこかということになっていますが、似て非なりというところではないでしょうか。モナリザ、そして岩窟の聖母の絵の中にも51と書かれていたことを考え合わせるならば、やはりこの絵の背景は火星の氷冠ということになりますが、ダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています。糸車の聖母子の絵ということになりますけれども、この絵の背景にも大変よく似た風景が描かれているのがわかります。
やはり私林浩司は火星の評感を表現したものだと判断しています。酷似しています。左の方が精緻な絵ということになりますけれども、絵というよりは写真に近いのではないかと考えています。色の雰囲気も全く同じです。下の写真は先ほど言いましたように火星の上空から撮られた写真ですから、その点をですね勘案しながら比較してみてください。つまりここに描かれているのは火星の評感であるということになります。もうお分かりですね。いつか君たち人間はこの事実を知る時がやってくるだろう。そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり1500年後のイエスからの私たち未来の人間に対するメッセージということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。You see a number of 51 hidden in secret in Leonardo's paintings, the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, and also Saint Anne with Holy Families. The number 51, which stands for the planet Mars in Jewish Gematria. Then you see a view of Mars in the background of the Virgin of the Rocks.And a panoramic view of Mars in Mona Lisa and Ailworth's Mona Lisa as well. And now, why not? We can see a view of Mars in the painting of Saint Anne and the Holy Families. ダ・ヴィンチの絵、岩窟の聖母、モナリザ、そして聖アンナと聖母子の絵の中に共通して51という数字が隠し込まれています。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。だから岩窟の聖母モナリザ、そして通称ヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの背景には火星の様子が描かれています。となると聖アンナと聖母子の絵の中にも火星の風景が描かれていると考えてどうしていけないのでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。
ダヴィンチが描いた聖アンナと聖母子の絵です。この絵の中に5という数字が隠し込まれているのが分かりました。5です。で、まず皆さんに5をご覧いただきます。この黄色い枠で囲った部分の中に5が隠し込まれています。で、当初私はこの5を5番目のというふうに解釈しました。つまり5番目の惑星のことではないかということなんですね。で、5番目の惑星といいますと木星ということになります。が、木星はガスでできた惑星です。となると衛星ということになりますが、その中でも最も可能性の高いのがエウロパということになります。で、私はこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのは木星のエウロパではないかと当初考えました。一般にはその背景はアルプス山脈の一部ではないかと言われていますが、似て非なり、どうもアルプス山脈とは違うようです。そこでモナリザの中に51、続いて岩窟の聖母の中に51があることを知って、もう一度この聖アンナと聖母子の絵を検証してみることにしました。で、その5の右側、向かって右側に1らしき数字があるのが分かりました。私は当初これを7と思いましたが、モナリザ、そして岩窟の聖母の51と重ね合わせて考えてみることによって、ここに書かれているのは51であると判断しました。51です。注意深くご覧ください。独特な1ですね。欧米人の書く1です。一度左から右上に跳ね上げて、そして下に棒を落とすという51です。となるとモナリザの絵の背景、中んづくアイルワースのモナリザの背景に火星が描かれていたということを考え合わせると、聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれているのではないかと考えたわけです。今皆さんにご覧いただいているのは岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中に描かれていた51という数字です。もう一度ここで確認してください。そして左上がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている51です。比較してみてください。となるとやはり火星と関係があるということになるのではないでしょうか。そこでもう一度絵の背景を確認しておきたいと思います。聖アンナと聖母子の絵です。左下が岩窟の聖母の絵です。明るくしてみますと、そこに見えるのはまさに地下基地、あるいは水中の地下基地ということになります。そしてモナリザですけども、ヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていました。のみならず火星に生える樹木と判断されるものがその絵の背景に描かれていました。こうして火星、火星、火星とつなげて考えていったわけです。もう一度確認しておいていただきたいことはモナリザの絵の背景です。上下反転し、そして一部を拡大しますと、それはまさしく火星の大地の様子を表す風景であることがわかります。つまりモナリザの中にも火星が描かれていたということになります。ここでは簡単に比較してみますが、
左上が実際に火星で撮られた写真です。色、様子、それに岩石ですね。で、左下のモナリザの絵の中の背景はですね、これは火星にまだ水がある頃の、絵、写真ということになるのではないでしょうか。かつては火星にもこのような水があり、そして川があり、湖があったということになります。で、聖アンナと聖母子の絵の背景ということになります。最近の調査結果によると、火星の北極ポーラーにはですね、アイスキャップス、つまり氷冠があることが分かってきました。氷冠、つまり水もしくは二酸化炭素でできた氷の冠というわけです。このような氷冠があるということが分かってきたということですね。今ご覧いただいているのは火星の氷冠についての論文です。火星の北極です。このような氷冠があるということですね。そして拡大してみます。こうした氷冠があるわけですけども、つまりは氷でできた山脈ということになります。季節によってこうした氷冠が現れるということです。その一部がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景の様子と私は酷似していると判断しました。上がその氷冠です。下が聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景ということになります。比較してみてください。ただ残念なことに、上の写真はその氷冠のはるか高い上空から撮られた写真であるということです。下は聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景ということになります。雰囲気が大変よく似ているということです。つまり聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれていたのは今の段階では仮説ということになりますが、火星の氷冠の様子ということになるのではないでしょうか。 Bye for now. We see number 51 in the painting, so-called Mona Lisa, which is said to be painted by Leonardo da Vinci about 500 years ago.Number 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria, and Leonardo painted a panoramic view of Mars in the background of Mona Lisa. Yes, a panoramic view of Mars in the background is there in Mona Lisa. Please give me some more time before you may say,It is ridiculous, but when you see another panoramic view of Mars in the painting, which is also said to be painted by Leonardo in the painting of so-called Iris Mona Lisa or Young Mona Lisa, you be the judge, and you judge by yourself whether what I claim here is correct or not.In this case, a term of coincidence is one of the most convenient words to be skeptics all the time. Whenever you meet incomprehensible mysteries, just saying, it's only a coincidence. But the fact is that again, you see number 51 in the painting of Mona Lisa, along withother Leonardo's paintings, such as Saint Anne and Holy Families, and
version of the rocks. In St. Anne and Holy Families, you see also a panoramic view of cold mountains of Martian polar ice caps, and in the right side of the painting of version of the rocks, an underground base of Mars, most probably an underground base of Mars, believe it or not. モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアで火星を意味します。同じように岩窟の聖母聖アンと聖母子の絵の中にも51という数字が隠し込まれていました。そしてモナリザおよびアイルワースのモナリザ、通称ヤングモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていました。The important thing is that you see them by yourself and just these facts by yourself, or you may be left in the labyrinth of mysteries, repeating some words like this way: it is mysterious, or something like that. Just take a watch carefully. Isn't this aPanoramic view of Mars? Isn't what you see here a panoramic view of Mars? Then you may feel something else. Yes, something. Something that has not been in our mind for over 500 years. That is to say that these paintings were created with aDivine technology by those people who could taste their own flight in space, the universe. Or, this is the evidence of existence of extraterrestrials whom we may call God. Believe it or not, what I say here is true and real.You'll be the judge. 広島市浜松 City, Japan.